で、これから、簡単な有機合成反応を行います。まずはじめに反応溶液を攪拌しつつ化合物を合成しています。次に、反応の終了確認後、ロータリーエバポレーターで溶媒を除去します。合成した化合物は液体窒素によって凍結後、凍結乾燥によって、固化します。合成した化合物の純度は HPLC によって確認します。合成した化合物の分子量は ESI マスによって測定します。合成した化合物の構造情報は NMR によって詳細に解析できます。